みそこちゃん。寒くて布団から出るのに35分かかる旬です。かつての日本は江戸幕府や明治政府によって指定されたエリアであれば堂々とバイトのビジネスとして展開することができました。しかし第二次世界大戦後に日本を統治した GHQ が交渉制度の廃止を要求したことでバイトはなくなったと思われていました。しかし首相といって彼女らが自分たちの意思でバイトを行うことを日本政府は黙認していて、実際に1958年までは半馬公認でバイトが行われていました。そして当時の警察がこの無法地帯とかしたエリアを地図に赤い線で囲んでいたことから赤線と呼ばれました。その赤線の数は全国に789箇所に上り、いや絶対もっと多い。当時バイトが行われた店は形式上飲食店としての認可を受けたため、東京ではカフェ、大阪では料亭という名前で地域ごとに名前は違ったそうです。そしてそういった店でちょっと短時間で発生することからちょんの間と呼ばれています。今回は全国に展開したちょんの間が今はどうなっているのか、どこにあったのか、いくつか紹介していきたいと思います。お兄さんどうですかという声が飛び交ってきたこの場所は日本三大ちょんの間の一つ、平戸、桜木道路と大岡川の沿線500メートルに立ち並んだ店にタイやフィリピン人などのアジア系の出稼ぎ女性たちが集まり、なんと最盛期には257店舗約1000人以上の外国人主婦がいたとされており、当時大岡川の西岸はかなり明るかったそう。飲食店という建前なので近くの銭湯に寄ってくのがマナーだったそうです。一店舗には1人から3人の女性が待機、相場は20分1万円で店に入り1杯飲んで2階に上がっていくスタイルでした。そしてついにガソリンスタンドの後に3階建ての72室のビル、一室1000万から1700万円という販売価格でバイビルを作ろうという計画が浮上。しかしさすがにこの金額におかしいと感じた横浜市と警察は着工寸前で阻止。そして2005年、さすがにこの混沌としすぎる雰囲気に地元住民の怒りが頂点に達し、ついに警察と横浜市によるある作戦が開始されます。それは売買作戦。ちょんの間の貸主は当時月に数百万円稼いだとされ、非常に旨味のある商売だったことから次々と店が増え、キリがないと判断した警察は街全体を封鎖し、機動隊の装甲車で包囲、さらに24時間のパトロールを行い、違法行為を行っていた店舗は次々と閉店。それ以来このエリアはゴーストタウン化しました。現在ではアートを使った街づくりを目指しており、いろいろやってたお店は英会話教室やおしゃれなカフェなどに変わり、徐々に売春の象徴だった赤い日よけは外されていってるそうです。しかし空室が未だに多いらしく、光と闇が交差する街がここにはありました。場所は普天間飛行場を間近に望む宜野湾市にあり、別名新町と呼ばれています。最寄りのバス停は新町入口でしたが、現在ではその名前は抹消され第二前原になっています。戦後の1950年頃、町外れになったこの町に社交界が形成され、かつては普天間飛行場で働くアメリカ兵相手のバッチリ会として始まりました。在籍する女性は日本人が多く、基本24時間営業、わずか4畳ほどのスペースでショート15分5000円、30分1万円と破格の料金でハッスルできることから、前原は沖縄を訪れる男性にかなり人気だったそうです。しかし2009年、女性市民団体と当時の市長が中心となり浄化作戦を開始、徐々に店は摘発され、ついに2011年には県警にほぼ壊滅状態と結論付けられ、半世紀余り続いたハッスルヒストリーにほぼピリオドが打たれる状態になりました。現在は喫茶カップ麺を目印にこの場所に入っていくと人の姿が一気に消え、ゴーストタウン化し、違法不取締りの文字が書かれ、大半が空室になってるんですが、実際にスナックとして営業しているところもあるとかないとか。それは取り壊される説ができているので、この姿が見えなくなるのはちょっと厳しいですね。日本三大ちょんの間の最後の場所である現存するちょんの間の一番有名な場所で、場所は通天閣に近い大阪府の西成区にあります。約160の店が連なる日本最大のちょんの間街と呼ばれ、同じく大阪には松島新地、篠田山新地などがあります。大きく放たれた玄関先からは、ちょっとお兄ちゃんと怒らせると怖いやり手バーと呼ばれる客引き役と、バスを強調するような衣装を着たレベルの高い女性が揃っています。飛び出し新地は1912年に難波新地で南の大火と呼ばれる大火事がありました。そして廃業して移転を迫られた業者が、当時は畑や原っぱが広がっていたこの場所に100軒以上の議論を作って、現在の扉神社が誕生しました。1957年の売春防止法以降は全て料亭という建前になっていて、扉神社料理組合と称しています。しかし国の登録有形文化財になっている太陽市100番は実際に料亭として経営されていて、当時最も格上とされていた大正時代の議論の建物をそのまま残しており、寄せ鍋はかなり絶品だそう。ちなみにここは鬼滅の刃の流行で一時期人気になっていました。扉神社の相場は15分1万1000から20分1万6000ぐらいで、女性と一緒に2階に上がっていき、お茶とお菓子を持ってきてくれます。そしたら女性がお茶を飲んでるあなたにみるみると恋をしていきますという設定。ハッスル後日本一消費をしているんじゃないかという某メーカーのキャンディーを手渡され、ハッスル終了の知らせが来ます。実はこのポップキャンディーを持っていたら、この場所でハッスルしましたよという目印になり、やり手バーから声がかからなくなるという仕組みになっています。飛び出し新地内は原則禁止になっていて、見つかるとやり手バーからかなり怒られますので、冷やかしなども一切やめておきましょう。
場所は名古屋駅からわずか車で6分の場所にあり、数は少ないですが当時の赤線時代の遺構が残っています。ここもかつて日本最大級と言われた中村遊郭があった場所で、5つの町からなっていた日吉、寿、大門、羽衣、にぎわいは今でも当時の地名が残っています。前世紀の1937年にはハッスルハウスが147件、2000人の女性が働いており、訪れた人は3日間でなんと2万7624人もいたそうです。ちなみに当時全国で4万人の交渉がいたため、全体の 4.5% が名古屋に集中していました。さらに中村遊郭は遊興代が高いことで日本一と言われていたそうです。やがて中村遊郭は明楽園組合と解消、当時は〇〇園という名称が流行し、現在も岐阜駅の裏側、西日本最大級のハッスルタウンがある金津園は現在もその名称を持続しています。やがて売春防止法以来徐々に廃業、また店は旅館やトルコ風呂、その他飲食店へと変わっていき、現在でもその旅館もデイサービスなどに変わり、その名残を見せる建物が残っていますが、それも徐々に解体されていってるそうです。1日利用者数が240万人を超える新宿駅、その新宿にある全国的にも巨大ギッタウンとして知られる街ですが、ここもかつて赤線地帯で多くのシップが客を取っていました。江戸時代ここには旅籠や茶屋が多く建てられ、新しい宿の意味から内藤新宿と呼ばれ、今の新宿という地名になっています。なるほど。しかし建前は旅籠なんですが、客の相手をする飯盛り女と称して、泊まった客の食事の支度をする女性でしたが、次第に客に呼ばれると寝床に来てハッスルしていたそうで、彼女らは宿場全体で数百人いたそうです。これが今の新宿が井の町になった起源だとも言われています。明治に入って本格的に53軒の遊郭が立ち並ぶようになったんですが、1906年に近くに皇族も立ち寄る新宿御苑ができたことで、近くにこんな歓楽街をあってはならんということで、今の新宿2丁目に移転することになりました。その後遊郭の後に約100軒のカフェが営業、店には客が食事をしたりお茶を飲んだりできるスペースがあり、男性は接待に来る女性を品定めし、気に入れば店の奥や2階の個室に消えてきました。しかし売春防止法以来撤退したカフェの後に、いつしかポツリポツリとバーが進出し、巨大ギッタウンが作られていった。いろんな意味で新宿2丁目は男性が集う場所になったって感じですね。皆さんどうでしたか？これ以外にも知ってるチョンノもありましたか？そう、の後は遊郭の時代から続いてる場所だったりするので、そこのお店に通うだけではなく、旗から見てみるだけでも結構面白いかもしれないです。もしちょっとでも面白いなと思ったら次の動画まで待っててください。それではご視聴ありがとうございました。